はい、どうも、始まりました。 YouTube の時間です。今日は、今まだね、朝10時なんですけど、なぜか、歌舞伎町のバッティングセンターに呼び出されまして、話を聞いたところ、ベンベンがバッティングセンターでバッティングとかピッチングとかなんか僕と対決をしたいっていうのをずっと言ってるので、なんかそれをやらされるみたいです。ということで、はい、はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は俊介くんをボコる企画ということで、皆さんお楽しみいただけると思います。それでは行きますか。今日はまあ何うざい、なんかこのテンションめちゃくちゃうざいな。そうだよ、今日クリスマスだよ。クリスマスだけど僕この後もうすぐ稽古行かなきゃいけないんだから大丈夫、俺ぼっちだからずっと今だった勘弁してよ一人が嫌だから呼びました。ちなみにクリスマスイブ何してたの。一人でスーパーでチキン買って、そういうのをやるんだよ。チキンとかちゃんとやった。スペアリブとか買って自分で焼いて、僕稽古終わりにね、ラーメン食って帰ってね、家帰って同い年の30 31歳の男3人でエペックスして寝た。よかった、今日呼んでよかった。ひどいクリスマス。何の対決するんですか。まずはバッティングセンターで、130キロがここマックスであるっぽくて、何球当てられるか。あ、まずね、当たんないと思うよ。ちなみに意気込みはもう何球ぐらい当たるぞ。10球だったら8割9割。あ、なるほどなるほど。もう妥当に、普通に僕多分そんな当たんない。半分当たればいい方じゃない。あ、そう、うん、勝てたわ全然多分負けたらなんか罰ゲームをしましょうかね。今世間の目厳しいっすよ。大谷がドジャースに行って、ね、野球にはちょっと敏感ですからね。変な動画撮れないっすよ。今日二刀流対決でしょバッティングとピッチングと。ピッチングもやろ。ちなみにやる前に一個だけ言い訳だけさしといていい、はいはいはい、保険貼っといていい、はい、僕もう球投げれないんだよね。あ、肩が、うん、マウンドから届かないんだよ多分ボールが。一応投げるけど、なんかすごい山なりのボールになると思うけど、はい、あいつ弱肩とか書かないでコメントにあいつバリ肩弱くないみたいな。めっちゃ山なりじゃないとか書かないでしょじゃあその日本勝負で OK。 ちょパワープロで言ったらベンベンさんどんな感じなんですか。能力パワープロで言ったらなんか打撃 A とか。ああ、打撃でいくとパワー S おカブレラとかやそれミータ F。おう、ああ、例えば飛ぶ。はい、今マルチネス、マルチネスぐらい。マルチネス。弾道4。ミート F、弾道4。ああ、わかりました。当たればもう、ポン。なミート A、うん、弾道 B、うん、パワー C、うん、走塁 A、いらないよ。いらないよ、人間性 SS。いやいや、おかしいおかしい。人間性 G だから。もう S 超えてるよということで、じゃあ罰ゲームかけるんですよね。なんかもう負けたら何だろう、何しようかな。まあ、ちょっとそこおいおい考えて。勝った人が決めるっていう感じで、勝った人がじゃあ決める感じでいきましょう、はい、OK、了解です。楽しみだ。あ、楽しみ。それではじゃあバッティングセンター行ってみたいと思います。ちょっと待って、眩しいんだけど。ちょっと待って、曇って見え。あれ？え？うえ？入った！全然見えん。え？ちょっと待って、早いんだけど。ちょっとこれやばい。やばいかも。じゃあヒット性じゃないね。光で見えない。言い訳は多いな。全然当たんないじゃん。打ち負けるよね、130軍って。え？まだ0球？これ、シュース君も打てないよ。ちょっとフライだね。あ、今のセンター前終わった。行ってみます。なんか頑張ろう。いやいや、セカンドゴロ
が、あー、いや、レフト前かな。当たり入ってます。ツーベースだよね、今ね。カウントしてもいいでしょう、ね。宇宙間。ないですね。勝ちです。今のはレフト前ぐらい？今のオッケーだね。もう圧勝じゃん。ほら。圧勝じゃん。こいや、今の全然。あ、これ OK だね、今のね。いや、ずる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 、いいんじゃない、抜けたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 お父さんにお小遣いもらう。50球。よしよし、もうこのくらいしか投げれん、多分。よし、ナイス。よくやるやつね。おー、今当てた。どういうか当たんじゃない、これ。あ、違う。よしよし、そうだね、コントロールでね。3枚あと6球大きくね。じゃあ次誰に。スライダーをね、意識して当たるかな、これ。さあ、もう4枚だ。じゃあ5か6狙い。あー、抜けた。すっぽ抜けた。あと2球、3球ね。よっしゃ、よっしゃ、ビンゴ。しかもあと1球か2球。え、はい、マジ。やっとラスト1、 1、2で。ちょっと待って、あー、惜しい惜しい。もう来てんだよ、もう次の球来てんだよ、もう。はい、オッケー。朝10時に呼び出されて何の張り合いもなかったよ。1個ぐらい勝ちたい。がっかりだよ。がっかりじゃないよ。取れ高的にもさ、もうちょっと盛り上がるかなと思ったけどさ、なんか。なんならいけんの、逆に。鉄拳は、鉄拳は勝てんかも。格ゲーは俺めちゃくちゃ強い。ちなみに、1個情報があって、うん、なんかの仕事、イベントでなんか仕事の日に、なんかベンベン来れないって言い出して、なんでって言ったら、なんか東京タワーで行われてる鉄拳の大会に俺は出ることにしたんだって言って、あ、そうなんだ、じゃあ頑張ってねって言って、結果どうだったのって言ったら、一勝もできずに敗退したし。いや、まあプロとかがいる世界の鉄拳で最後は強い。ああ、もうそこ確実に勝てるんで、やってみようか。ああ、普通だったら多分もうめちゃくちゃ強いんで。じゃあスポンサーつくかも。何、3番勝負になって、じゃあ3番目は、鉄拳対決ということで、はい、じゃあやってみましょう。
でもまだね、多分体力的にまだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。ずるいよね。必殺技の使い方が分かんないんだから。はい、はい、さようなら、ね。大丈夫、まだ体力こっちの方があります。これ勝てるよ。あ、どうもYouTube。